皆さんこんにちは、シダル TV 石井亮介でございます。本日もアコーディアガーデン茅ヶ崎さんにお邪魔をして撮影をさせていただくクラブはこちらでございます。UTT メドレーの大本命 TSI2 でございます。アイトリスト、もう石井さんはこれ買うんじゃねえかなっていう感じがちょっと。いいね、実はまだ買ってないんですけど、はいはい、写真で見てて実物見たの今日初です。で、顔つきが随分変わったなって思っています。こんなに丸っこかったっけっていう。ドライバーも結構変わったからちょっと合わせてるのかしら。後ろが少し長くなった感じがして、あれ2のシリーズってこんなに後ろだったかなって思って、あの打たずに買うのはやめようと思って今日の日を楽しみにしてました。なるほど。そしたら今日がこんなに寒いとはっていう。今は TS2 使ってる。 TS2 です。21度のはずですけど合ってます？21度です。はい、今まで21度ってなんか3って表記だったのが4なんですね。うーん、まあ、2だと難しく感じるから3、4、5にしたんじゃない。4ってなんか23度とかそういうのが4だった気がするんですよ。シャフトはね、テンセー CQ プロオレンジハイブリッド80になってる。はい、です、はい、ネオと、ゴーストがあるっぽいです。あのでもラインナップには構えると、まあ、確かにちょっと前よりはこう膨らんだ感じはするんですけど、まあ違和感はないというか、あ、なるほどねっていうぐらいのところで、ちょっとこう TSI-1 のユーティリティと比べると明らかにヒール側よりは遠側の方にこのボリュームが寄っている感じがするので、まあ、1よりは2の方がつかまりを抑えているのかななんていうふうに思う、うん、そんな第一印象でございます。いいね、イシルスプロ何を隠そう、 TS2 を TS2 の UTT メタルですね、こういうのが愛していたというですね、その前が913で915って使って、でその後の816、818の 2モデルが僕なんかいまいちだったんですよ。でずっと91、あれ5だったのかな。で結局その後なんか一回間が空いて、でまた TS に戻ったんですよ。あのピンに浮気したんでしょ。浮気っていうか、はい、浮気っていうか、そうです、うん、400使ってました。だって410と昔付き合った人も忘れないでいてあげて。410みんな結構使ってる人多かった。はい、で石井さん TS2 長い。 TS2 はもう発売してすぐ買う、ね、このコロ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 買える人がピン買ってたけどね。ユーティリティはね、やっぱなかなか、まあ、ウェッジみたいなもんで、そう難しいもん。シャフトも難しい、UTP は難しいよ。いいじゃないですか。今僕は、藤倉さんのスピーダー TR の 95X が入ってるのを使ってるんですけど、はい、うん、まあ、そのまんま買ってカチャッと付け替えればいいかなっていう。それで TS2 を使ってるんですね、はいはい、ピンと比べてどうですか。ピンのハイブリッドめちゃくちゃ去年、一昨年、今年とすごく人気になってるんですけど、はい、弾き感は、ピンよりタイトの方が上かなと思う。弾き感は上、はい、でもキャーンって結構ピンは音がしますよ。します、するんですけど、でちょっとピンの方がスピン量が入る感じがします。あ、425じゃないです、410、410で、コースに行った時に同じロフト角で打つと410の方が少し飛ばない感じがして、 TS2 の方が少し飛んだ感じがしたんですよ。でグリーン止めることに関してはあんまり困らなかったので、じゃあ飛ぶ方がいいやと思って TS2 を普通に使っていて、ただ僕の友人のプロがその410を絶賛して、まあ、お譲りしたんですけど、その彼なんかはもう本当そのユーティリティでふわー高い球でトーン止めてくるんで、うん、まあ、正しいユーティリティの使い方だなと思って見てはいます。410はね、それまでのピンのハイブリッドと比べると、はい、ちょっとスピン減ったら前に行くねみたいな、そういう評価。それでもやっぱりピンってスピンちょっと入るよねっていう気はします。まあ、基本安定を目指しているメーカーさんなんですよね、はい、
言うことないね。で、まあ、強いて言うと僕その間にだからシムマックスのユーティリティ買ってるんですよね。はいはい。で、吹っ飛んでっちゃって全然のスピンが少なくて、やっぱスピン必要だな、だけどスピン入りすぎるとアゲンストの時にちょっと負けちゃうな、でちょうどいい塩梅探してるっていうところ。なんかうまく打ったようにグリーン奥まで行ったとかってなんかブータレッツグリーンのセンターにダーン着弾してガー奥行ってマウンド下ってマウンド登ってたとか。でもそれプロじゃなくてもある程度いい当たりしてグリーンにガーンってヒットしても奥までこぼれちゃうとかってユーティリティとか飛び系なんで結構あるパターンだと思いますよ。狙うのは狙えないもんね。そういう意味ではその TS2 のハイブリッド、うんね、僕の中で結構 評価高いので、あの 91X のハイブリッドよりは弾くんですよ、ちょっと初速出るんですよ、だけど別にそのコントロールできないほどじゃないっていうところです、ね、今高さは出てるけどスピン量とか飛距離とかどうですか。え、あれで195もいってるんですか。うん、ここはいいんじゃないんですか、飛びますね。でもこのロフト角だったら石井さんはそんぐらい飛ぶでしょ。21じゃ大体200とか210ぐらいじゃないですかね。ね、いいじゃん。うん、なんか全然何の文句もないないです。前作にちょっと球上がりやすくなったかなぐらいって思います、うん、フェアウェイとかちょっとほらスピン入って上がりやすくなってるじゃないですか、 TSI シリーズになって、あの打感がちょっとでも硬質な感じがするかな、カチッちょっとカツっていうカチッって感じがすると思う。シャフトで変わったりしてるすると思います。あの今日先ほど別のドライバーにシャフト入れ替えたら全然打感変わったっていう事件が発生したので、TS2 がどうなってるかよく知らないんですが、単造薄肉フェースによる高い初速性能って書いてあるので、単造の薄肉フェースを使ってると思います。今あのやっぱ当たった場所で若干打感とか変わるじゃないですか、今の感じはあ TS2 と似てるなって思うので、聞いてると音はね非常に全然正直ネガティブなイメージは全くなくて、あと上から構えた感じがこの丸っこい感じとあのまあどうかなっていうとこだけだと思う。さすが本命だね。ある意味そんなに大きな変更はなくて、多分前よりちょっとあの品質上がったのかなぐらいのあとは純粋にソールデザインはこっちの方が好きあのドライバーもそうなんですけど、ここに TS3 ってとか TS2 って書いてあるよりはこういう方が好き。あ、そうか、2は真ん中に結構出てますね、はい、僕は嫌いじゃないですよ。何の言うこともないです。21度にしてはちょっと高いかな。ちょっと高い、あのやっぱこの形状分だけちょっと上に上がりやすいなっていう、あの拾いやすいなっていう感じはします。ありがとうございます。じゃあ、はい、総評は TSI 3 UTT メタルでいきます。はい。うん。なんか全然何の文句もない。ないです。